縄で出した第一の意味は、あの海外に行く場合ですね、まあ、台湾が一番成功しやすいんで台湾を睨んでます。で沖縄と台湾ってほぼ気候一緒で、あのしかも我々どっちかというと冬物が強かったからの会社なんで、沖縄でうまくいけば海外に行けると。で夏物重視でですね、薄いテロテロのパンツとかですね、いっぱい出してまして、ね、短パンも多いですし、あのサンダルも多いですし、まずは沖縄で成功して海外に行きたいとい こう意図がございます。女子もあります、キズもありますし、男性物 も4割ぐらいありますので、やっぱりもうファミリー客です。やっぱりバギーで来ていただくとか、あの、まあ、親子4人5人で来ていただくと、そういうファミリーが来てみんなの全員が買えると。普通あの女性っぽい店に行きますと お父さんだけが買えなくて寂しい思いするとかあるんですが、もともと我々男性向けの店でしたから、まあ、男性も女性も子供もということでファミリー客を狙っております。